1997年の FIA GT 選手権は FIA GT 選手権の初のシーズン。正式名称は FIA グランドツーリング選手権であり FIA GT 選手権は略記であった。GT カー2クラスによってタイトルが争われ、それぞれ GT1、GT2 の名称で実施された。シリーズは4月13日のホッケンハイムで開幕し、 10月26日のラグナセカまで全11戦で行われた。FIA GT 選手権は今年度より BBR グローバル GT シリーズに代わって開催されたが、レギュレーションなどはほぼ同一のものであった。メルセデスベンツ CLK GT-R をドライブするベルントシュナイダーが GT1 のタイトルを獲得した。各クラスのトップ6に、 それぞれ10から6から4から3から2から1ポイントが与えられた。規定された最小距離を走行しなかったドライバーにポイントは与えられない。バイパーチームオレカのクライスラーバイパー GTS-R をドライブしたジャスティンベルが GT2 のタイトルを獲得した。AMG メルセデスが GT1 のチームタイトルを獲得した。BMW モータースポーツが2位に入った。 ポルシェ AG が GT1 の4位に入った。各クラスのトップ6に、それぞれ10から6から4から3から2から1ポイントが与えられた。1チームあたり、最大2台の車両によって得られた全てのポイントが合計された。ありがとうございます。